はい、どうも皆さんこんにちは、ひよきよです。こんにちはじゃないな、こんばんはだな。3時にですね、またしてもアップデート情報が追加されました。クラッシュオブクランの公式さん、アップデートプレビュー、ライトニング、ポイズン、アースクエイク、フリーズの呪文が改善されます。ライトニングの呪文については、わからないんですけれども、こちらですね、動画概要欄のリンクに、海外の YouTuber さん、チーフパッドさんのですね、こちらデモムービーを使った説明、解説がなされていますので、そちらをですね、ぜひとも見てください。そちらで解説されていると思います。解説されています。はい。そしてですね、見た感じ、アースクエイクは修正という形だとは思うんですけれども、ポイズンがとんでもないですね。私そのチーフパッドさんの動画を見ての感想なんでございますけれども、ダメージの増加量がシングルインフェルノのように上がっていく。で、要するにこう時間が経っていくためにジューバーみたいな、そんな感じの呪文になってました。いやー、これは戦い方が変わってくるなと。そして、先ほどもありました通り、フリーズの呪文なんですけれども、こちらがですね、空中のユニットにも、フリーズの呪文が適用されるということでした。まあですね、詳しくは、トミーさんじゃないと、チーフパッドさんの動画をですね、見てですね、こんな感じになるんだと。これ戦いがまた変わってくるかなと思いますので、そちらの方も合わせてご覧ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録して、チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。